ちょっとこっち来て。こっち来て。こっち来て。すげえな。でも何での話ある？ママとチームバラバラになる。いや、何言ってんの。赤ちゃん産むからね、キムとパパと別で過ごすんだよ。キム、ママね、赤ちゃん産むの。お腹大きいでしょ今。だから赤ちゃん産むためにママの実家に行くから、ママね。それでパパとティムはこの家で一緒にね、ママのこと待ってるんだよ。分かった、ティムね。いつも日中ママいてくれたしょ今まで。でもちょっとね、ママいなくなっちゃうからお留守番増えちゃうけど、でも赤ちゃんに会いたいでしょティムね。元気な赤ちゃん産んでもらってまた家族増えるから、今お兄ちゃんになるんだよ。だからパパとティムで二人でね、もっさおせいなんて。パパとティムで、ちょっとね、ちょっとだけ我慢しよう。ね。で、ママには頑張ってもらおう。わかった？でもこれからね、一緒に行くんだよ。うん。とりあえずね、ママを、ママの実家あるでしょ？あそこに送り届けるから。今日は。で、ママの実家で一回寝て、それでパパとティムは帰ってくるから。わかった？うん。だからね、今日はね、ドライブなんだよ。一緒に。ドライブ。早く行こうって言ってんだけど。分かってよ。行っか、じゃあ。よし、とりあえず安全運転で。行こう。久しぶりだね、ママの実家。お父さんとお母さんに会いたいでしょ、ティム。大好きだもんね。ついてよ。シシしたらシシ。はーい。お前で。よしよしよし。
大丈夫だ。なんでさ なんで怒ってんの、うん、もうさ、一生の別れになってるじゃん。体調気をつけて。うん。あまりストレスためないように。ティン、ほら、ママにバイバイして。ティン、ママとバイバイで。うん、またねって。ティンも分かってる。ティン、パパと二人になったね。お散歩行こう。お散歩ね、お散歩行こう。よし、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 よただいま。偉いね。待ってた。留守番して。偉いね。よし、行こうか。散歩。ティム。行きたい。よし、行こう。ティム、行こう。よし。頭撫でてほしい。撫でてほしい。はい。ママにほら、ママに頑張ってるよって。ほら、ついたって。ほら、久しぶりって。ほら、ママ会いに行こう。ほらめちゃめちゃ泣いてんじゃん。大丈夫だった。久しぶりって。